この前のブロッコリー、うん、いや、ほんとブロッコリーのイエスみたいな。また言うてる。ソートースみたいやん。そこ使うの？そこ使うよ。外は硬いんやけどさ、中は柔らかいんや。そう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 、彫刻してるみたいね。外は硬くて、中は柔らかいもんなんだ。貝、全般。嫌な答え方。いろいろ分けてあります。ほんとよ、ブロッコリーとはまた違うよね。これ分けてます。嘘、分かれてるね、これ。めっちゃ熱いよね。この間も言うてたんですよ、こんなウィンドブレーカーあったらな。言うてたんよ、それ。じゃがいもさんや。ブロッコリーもチンするわ。あ、ほんとに、うん、なんかこの容器のせいか、全部緑色に見える。なんか綺麗ね。サープに行きます。わ、お肉、お肉まとめ買いして、冷凍してたお肉。うん、お酒、ちょっと。パプリコ、うわ、ニンニクも入れちゃおっかな。あー、ニンニクいいね。久々の登場。あっと、置いておいておいて。大丈夫、あ、全然余裕や。すごいな、この緑はなんか目に優しくない感じする。食べ物じゃないみたいね。まあ、確かに任天堂カラーよ。任天堂カラー全部ピンとこ。ここにお肉が飲むんや。ちょっとほんまは鶏が良かったんやけど、冷蔵庫に豚しかなかった。いけるでしょって、ちょっと丸める。鶏っぽくするわ。いや、全部いいよ。なんか可愛いやん、やっぱ丸ごとさ。トマトも乗るの？トマトも乗ったり。え、なにこれ、チーズ？チーズ。なにこれ、全然わからん。残り物をぶち込んだオーブン焼き。名前もうちょいあったよ。ぶち込みオーブン焼き。いや、絶対もっとあるわ。おしゃれな感じの。マジックソルトちょっと振ろう。マジックソルト、210度で5分焼いてみるわ。はい、スープ作ります。あ、スープいく、うん、全然、お肉が焼けるまでもオーブン。このさ、声優のツナ缶、あんま油入ってない。いいんやけど、ヘルシーで。卵割ります。あ、卵の中に、うん、コンソメちょっと、こしょう。いいかな。うち入れてから、え、戻す。ここに入れるんや。うちで絡めてから入れます。じゃあでもいいんやけど。確かに、蓋するわ。おお、繰り返したいよな。いや、ひっくり返せるこれ。いくよ。おお、ほあ、でも大丈夫大丈夫。
ねえ、お皿盛ります。はい。おお、美味しそう。ケチャップ。すごい。不思議。不思議やな。なんかナウシカのオウムみたいな。じゃあ変わりや。変な感想。あ、できた。うん。いいね。なんかチーズの調子悪いな。チーズの調子が悪い。うん、なんかいい感じにならなかった。私もかけます。いただきま す。このスープからいこう。あのスープはね、うん、飲んでみて。おお、むっちゃ人参やろ。おいしい。おいしい。うん。やっぱ人参の嫌なとこ全部出てない。そんなことない。え、全然そんなことなかったけど。うん。すごい悪く、人参の悪いところが全部出てる。このスープちょっと嫌いやろ。うん、ちょっと引き出せてない。人参の良さを引き出せてない人参味のスープ。これ食べようかな。これ何だっけ？これぶち込みオーブン焼き。え、もっとあれや。名前。ぶち込んだな。うん。チーズもっとかければよかったな。やっぱオーブンにぶち込んどけば美味しいっていうのは本当やったやんな、うん、ブロッコリーも美味しい、うん、なんかカニ食べてるみたいな。ちょっとするするやろ、うん、ブロッコリーをオーブンで焼くとカニみたいな味がするの。最高やん。お肉はもうちょっと味つけた方が良かったな。これどうやろ。これは美味しくならへんわけないね。シーチキンと卵がいいわ。うん、美味しい。ケチャップいいわ。美味しいな、うん、タバスコあり。うん、あり。ちっちゃい頃むっちゃ食べたけど食べんくなったなっていうのは、うん、卵豆腐。まあわざわざは変わんな。確かに、うん、すごい好きやけど今日なんかあんま美味しくしやがらなかった。最近外出てなさすぎない？でも、うん、でももうすぐじゃない。そうね、解除されるわ。もうすぐ解除されるね。うん、とはいえじゃない。なとはいえ、うん、まあまあとはいえよね。でもちょっとどっか行きたいなって思っちゃうよ ね、まあ、ね、人やからやっぱり、うん、人じゃなかったらな、こんな感情芽生えんかったんやけど。思うよ、人じゃなくても閉じ込められたらさ。確かにな、動物園の動物かわいそうやな。あれ、俺こんな話したかったわけじゃないな。楽しい話したかったのにな、うん、どこ行くみたいな話したかったのに、うん、動物園にいる動物かわいそうやなって話してたわけ。でも動物園にいる動物もさ、そこでもう生まれてここが全て、世界の全てやと思ってるから、それはそれで幸せなんかもなって思う時あるよな。うん、でアフリカの民族とかもそれはそれで幸せなんやろうなって思う。うん、それはもうな、文明の利器を知らんってことやろ。うん、だから文明の利器をちょっとでも知ってもたら、うん、幸せ不幸せのこの優劣とか人と比べてまったりするから、うん、あれやけど、山奥に住んでる民族とかはもう絶対幸せだと思うもんね。あれ、俺こんな話したかったのかな。あれ、え、思うもんねじゃないのよ。民族の話してた。いや、俺どっか行きたいなって話したかった。ごちそうさまでした。お腹いっぱいや。お腹いっぱいやね、うん、食べ終わって見てみると、うん。なんで重ねさせてくれん。何が何が。いやいや、こっちの方が重ねやすくない？俺持ってた方が。ほら、え、何が。ほら、重ねやすいやろ。ちょっとでもなんか開けたらさ、ちょっとだけどっか行きたいな。ね、ほんまも。どうしようかな、渋谷のクラブでいいかな。いいか。なんで行ったことないし、楽しみ方わからん。わからんか、うん、どこがいいかな。まあ一応候補としては、あとナイトプールかな、うん。いかんの楽しみ方わからんやつ、あれ。写真撮るだけの泳ぎたい。悪いな。いやいや、あれもうプールサイドで歩くやつがいるから。何あの楽しみ方。